こんにちは。1990年代後期に一大旋風を巻き起こした NWO ジャパン。プロのカリスマこと蝶野正洋を中心にプロレスの枠を飛び越えて話題を呼んだ NWO ジャパンはいつの間にか消滅をしてしまいました。一体あの時に何が起きたのでしょうか。 NWO ジャパンの歴史を振り返りながら崩壊の真相について考察したいと思います。NWO ジャパン誕生。蝶野は1994年に武闘派宣言をして突如ヒールへ転向しました。実はこのヒール転向は会社やアントニオ猪木に相談しても断られた上での決断だったそうです。 G1 では3度の優勝をするなどすでに実力も実績も折り紙付きでしたが、ライバルである天才武藤敬司や破壊王橋本真也と比較するとやや地味な存在だった蝶野でしたが、ヒールへ転向すると水を得た魚のように輝きを増します。当初は単独でシングルマッチを行っていましたが、マッチメイクが難しいためヒロ斎藤と組むようになり、翌年には海外遠征から戻った天山広義をスカウトして合流しと呼ばれるようになりました。黒装束のスタイリッシュな姿と会社批判を繰り返す反骨精神の振る舞いと確かな実力は新世代のヒールとして支持を集めていきます。そんな蝶野のヒールスタイルに注目をしていたのは国内だけではありませんでした。1995年4月に新日本プロレスは北朝鮮で興行を行います。この時提携団体だったアメリカの WCW からリック・フレアーやホーク・オリアーなどスター選手が参戦していました。エリック・ビショフ副社長も同行していたのですが、ここで蝶野へオファーを持ちかけます。蝶野はその理由を、米国も日本と同じように組織内でも勢力争いはなかった、外国人や人種との対決が軸だったと語っています。狼軍団のスタイルは日本だけではなくアメリカでも新鮮だったのです。しかし当時の蝶野には余裕がなく断ったそうです。その後の1996年7月に WCW ではハルク・ホーガンを中心に WWF から移籍したスコット・ホール、ケビン・ナッシュを加えた3人が NWO と名乗る黒いヒール軍団が誕生します。NWO はニューワールドオーダーの略称です。 NWO はユニットではなく団体と名乗りました。また倒した相手の背中に黒のスプレーで NWO と書くなど数々の暴挙を行う一方で、目をつけた選手に対してはメンバー T シャツを渡して加入を行うなど斬新なスタイルで高い人気を誇りました。この情報は東京スポーツにホーガン NWO 結成黒い軍団を作ったとの見出しで掲載されます。その記事を読んだ記者が、蝶野さんのパクリじゃないですかと言ってきたので、蝶野もだったら手を組もうかと決断します。蝶野は日本ではまだ知名度の低い NWO でしたが、その可能性を見抜いていたのです。NWO は新日本プロレスを動かせるチャンスと捉えました。同年12月に蝶野はマサ斎藤と共に渡米をして WCW との交渉へと向かいます。ほぼアポなし訪問でしたが、エリック・ビショフと会うとすんなり交渉は成立します。 WCW としてもグローバル戦略において新日本で NWO が活躍するのは大きなメリットがあると判断したのです。それでもあっさりと交渉が成立したのは蝶野への信頼と何よりマサ斎藤の存在が大きかったそうです。蝶野は NWO のボスであるホーガンにも承諾の許可を得に行くと快諾を得ます。しかし問題はスーパースターのホーガンは別格の選手で、 NWO のメンバーも難しい契約を結んでいて WCW もコントロールできない存在だったそうです。新日本プロレスも難しいと判断した蝶野は、まずは懐に飛び込むため WCW を主戦場にすることを決断します。
1997年1月の契約更改で WCW でやりたいと交渉をしたところ、あっさり OK が出たそうです。実はこの頃の新日本は大日本プロレスなどインディーズ団体と抗争を繰り広げていて、 NWO へは大きな関心を寄せていなかったのです。ちなみに狼軍団のヒロは NWO をやるっていうのは蝶野から事前に何の相談もなかったそうです。そして蝶野は WCW と契約して提携関係で新日本にも出るようになります。アメリカではアパートを借りて1年間はいるつもりでいたそうです。しかし1ヶ月も経たないうちに新日本からやっぱり帰ってきてくれと連絡が来ます。インディーズ団体との交渉が不発に終わったのと、蝶野がアメリカで活躍をしたことにより NWO への期待と知名度が一気に上がっていたのです。NBA のトップ選手で日本でも知名度の高かったデニス・ロッドマンが NWO 入りし、大きな話題を集めたのも追い風でした。凱旋帰国した蝶野は1997年2月2日の後楽園大会でスコット・ノートンとバフ・パグエルの NWO メンバーと組み、正規軍の武藤敬司、小島聡、中西学と対戦します。試合はノートンが武藤からフォールを奪うと、武藤の背中に NWO とクロスプレーを吹く暴挙に出ます。さらに狼軍団の天山とヒロも駆けつけて NWO 入りをアピールします。こうして NWO ジャパンが誕生するのです。 NWO ジャパンの快進撃、 NWO の人気と勢いは日米ともに凄まじいものがありました。アメリカではマンデーナイトウォーズと言われ、 WWF と WCW の視聴率戦争を繰り広げていたのですが、 NWO の登場により一変します。 NWO の登場後は84週間連続で WCW が上回るという快挙を成し遂げたのです。 NWO ジャパンもヒールを超えたダークヒーローとしてプロレスファンが熱狂します。大舞台ではケビン・ナッシュ、スコット・ホールら本家から大物が登場することもあり、圧倒的な存在感を見せつけます。極めつけは武藤敬司の加入でした。グレート・ムタとしてアメリカでも大きな知名度を誇る武藤の存在は、日米を股にかけての活躍を思い描く蝶野の野望には不可欠な存在でした。武藤もまた UWF インターとの構想で日本では一つの頂点に立ったものの、世界で活躍する NWO の存在は美味しく感じたのでした。ここから武藤が NWO に加入するまでの駆け引きが始まるのですが、今回は割愛させていただきます。新日本プロレスを代表する看板レスラーだった蝶野と武藤、第三世代でも常時頭一つ抜けて活躍していた天山、職人技でスター軍団を陰から支えるヒロ、そこへ本家 NWO から外国人軍団が加わるのですから、 NWO ジャパンは強くてかっこいい存在としてプロレス界を飛び越えて人気を集めました。黒に統一されたファッションはスタイリッシュで傍若無人のようで、説得力のある蝶野の振る舞いはカリスマと呼ばれるようになりました。この頃の映像や写真は今見ても本当にかっこよく説得力があります。また蝶野は NWO の認定サポートメンバーとして多業種の有名人を仲間に引き込みます。その主なメンバーには野球界から三浦大輔や山本昌、サッカー界からは中山正史や岡野正幸、相撲界からは千代大海、芸能界からは草なぎ剛や祐介サンタマリアなどなど大物を引き込みます。蝶野は自身を輝かすセルフプロデュース能力だけではなく、経営者視点の能力が非常に優れていました。ちなみにマサ斎藤は NWO ジャパンメンバーではありませんが、テレビ解説席ではなぜか NWO T シャツを着ていました。蝶野は当時のブームを解説します。ヒールというのは組織の中にいるレスラーの本音の部分、
伊達社会の結束の中では吐いてはいけない言葉とか、たまったものを吐き出している。だから一般の人の共感を呼んだ。この頃はプライド1で高田信彦がディクソン・グレイシーに敗れ、プロレス業界に大激震が起きた時代でした。しかし NWO ジャパン人気に支えられていた新日本プロレスは空前の大ブームを巻き起こします。特に NWO T シャツは40万枚売れたと言われ、アパレル業界の T シャツ短期販売の記録を作ったそうで、プロレスファン以外にもこの T シャツは人気を博し、ヒロは逆に自分があの T シャツを着て街を歩くのが恥ずかしいぐらいの時があったくらいの浸透ぶりだったそうです。アントニオ猪木が掲げたプロレス最強神話は高田信彦の敗北により幻想となってしまいました。一方で真逆のスタイルで蝶野はプロレス業界を支えたのです。蝶野はこの年のプロレス大賞 MVP を受賞します。 NWO ジャパンの崩壊。1998年8月8日、大阪ドームで行われた IWGP ヘビー級選手権試合。蝶野は喧嘩キックからの STF で念願のベルトを藤波辰巳から奪取します。しかし皮肉にもこの時から NWO ジャパンの衰退は始まるのです。試合後に首の負傷が発覚し、なんとか次のシリーズも我慢して出場を続けますが、ついにドクターストップがかかり長期欠場を余儀なくされます。ベルトは一度返上されましたが、 IWGP 王者決定戦でノートンが永田裕二を破り、再び NWO に取り返しますが、それでも NWO ジャパン内には不穏な空気が漂います。蝶野の留守中にリーダーになった武藤は、もともと蝶野をボスと思っていない対等な立場です。 I am ボスと叫ぶ割には仲間意識に欠け、勝手に小島さとしを加入させたりとやりたい放題を始めます。ヒロと天山は武藤に対して不信感を抱き始めました。蝶野は欠場中、放送席で解説をしながら NWO ジャパンの試合を見ていましたが、武藤に対して不快感を示していました。蝶野はデイリーのコラムで語っています。武藤圭司さんがリーダーになった NWO ジャパンはおかしな方向に進んでいた。単なるパフォーマンスに終わっている。自分には世界へ向けて大きくなっていかないといけないというイメージがあった。俺らが会社を動かそうと。だけど逆に会社に使われて1チームになり下がっていた。それでも1999年1月4日の東京ドーム大会では、武藤がノートンから IWGP ヘビー級王座を奪取して実力を誇示します。天山と小島も天こじタッグを結成して IWGP タッグ王座を初体感。不信感を抱いていたものの、武藤を中心に改めて団結しました。欠場中の蝶野は放送席でゲスト解説に招かれていましたが、試合内容は称えつつも、事実上 NWO ジャパンを乗っ取った武藤に不快感を示します。1999年2月5日、札幌中島体育センターでついに蝶野が復帰します。復帰戦はなんと武藤、広斎藤とのハンディキャップマッチです。蝶野はこの試合を承諾しましたが、実は秘策があったのです。武藤が蝶野に足4の字固めを決めた時、顔にペイントをしたレスラーが乱入し、コーナーポスト最上段から武藤にムササビプレスを炸裂させます。当時セミリタイヤをしていたアキラでした。アキラが蝶野に加勢し、急遽2対2になり、蝶野はラフ殺法で武藤を大流血に追い込みます。もはや NWO ジャパンの内部分裂は決定的となったのです。実は同じく本家 WCW の NWO も迷走をしていたのです。ライバルの WWF はスティーブ・オースチンが WWF 王者になってからは低迷期を乗り越え、視聴率も回復してきていました。またストーリーを大人向けのアングルに切り替えたことも反響を呼びます。
危機感を抱いた WCW は、ホーガン率いる NWO ハリウッド派と、ナッシュ率いる NWO ウルフパック派に分裂してみたり、再び統合したりと、迷走が続き、WWF に引き離されてしまうのです。結局、ショーノは NWO ジャパンを離脱して、新たにチーム2000を結成しました。ちなみにヒロは、やはりこの流れも知らされていなかったようです。あの時も、なんだか知らないんですけど、チーム2000についていきました。やっぱり、武藤とショーノのやり方は違ったから、自然と自分は今までの流れの中で、ショーノについていった感じでした。それは天山も同じだったと思います。 NWO ジャパン崩壊の真相。両巨頭の蝶野と武藤の対立から NWO ジャパンが崩壊しましたが、後に武藤はその背景を暴露しています。 NWO ってあの T シャツがめちゃくちゃ売れたんだよ。ロイヤリティも相当入ったんだけど、会社は俺らに焼肉をご馳走するだけで終わりだった。それにプラスして、米国 NWO からも、俺らがフィギュアのベルトに NWO って塗ったバージョンを売ったら、こんな小さい文字なのに、NWO って入ってるじゃないか、金よこせってクレームつけてきたんだ。最盛期の1997年には、約43億円の経済効果があったそうです。T シャツだけでも6億円の収入だったそうです。武藤の言い分に蝶野も同調しています。当初は新日本プロレスが限定で売る計画だったのが、 WCW が新日本の外でも売ってしまって、あの T シャツが街中にあふれることになったんだ。とにかく新日本と WCW はドカッと潤った。新日本はそれでバスを買い替えたんだから。だけど自分らには一銭も入らなかった。結局 NWO ジャパンが崩壊した真相はお金の問題でした。蝶野はこのことを後悔して、後にアパレルブランドのアリストトリストを自ら立ち上げるのです。2000年1月4日の東京ドーム大会では、武藤 VS 蝶野の頂上決戦が行われ、蝶野が勝ったことで NWO ジャパンはついに完全消滅します。蝶野は自分が作った NWO ジャパンを自らの手で葬り去ったのです。この頃の新日本は WCW との提携が解消されたり、猪木主導の格闘技路線に傾斜しかけたりと、 NWO ジャパンの居場所がなくなりつつある背景もありました。嫌気をさした武藤もその後は新日本との契約が切れたこともあり、しばらく WCW を主戦場とします。NWO ジャパンと比べるとチーム2000の印象は薄い方も多いと思いますが、振り返ると豪華メンバーが揃っていました。アキラ、ロンフライ、天山ひろよし、小島さとし、ヒロ斎藤、スコット・ノートン、後藤達俊、小原道義、邪道、下道、金本浩二、ジャイアントシルバー、ジャイアントシン、ある意味 NWO ジャパン以上に強力な大軍団です。この功績はやがて新日本プロレスの神との対立、猪木問答へとつながるのです。長州の後任として蝶野は猪木から現場監督を任されることとなり、チーム2000も自然消滅します。いかがでしたでしょうか。最後までご視聴ありがとうございます。皆さんのご意見、ご感想や知っているエピソードがあれば、ぜひコメントをしてください。今後もプロレスに関する投稿をしてまいりますので、ぜひ高評価、チャンネル登録をお願いします。